どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今日はホリプロさんのオフィスの前に来ています。で、今日はなかなか入れないんですけど、特別にホリプロさんのオフィスを案内していただけるということで、今から行ってこようと思います。行くぞ。はい、ということでですね、ホリプロさんのオフィスの受付にいるんですけども、こちらが本日ホリプロさんを案内していただける和田さんです。よろしくお願いします。YouTube の和田です。よろしくお願いします。ホリプロさんって棟が何個もあるんですか？実は棟が4つ、 A 館から D 館まで分かれています。はい、じゃあオフィスが4つあるってことですね。そうですね、はい、マネージャーショップだけじゃなくて、制作主流、制作プロデューサーも各フロアにいるんですね。そうなんですね。じゃあそういった制作の裏側も今日は見せていただけるっていうことでしょうか？そうですね、少しですけれどもお見せしたいと思います。すごい楽しみです。はい、ということで今から案内していただこうと思います。はい、ということでですね、今ホリプロさんの D 館、はい、D 棟に今いるんですけども、ここのタイミングですね、はい、和田さんの方からクイズがあるということで、はい、クイズを出していただこうかなっていうふうに思います。はい、している仕事の内容にかかわらず、全員が兼務している仕事があります。はい、なるほど。はい、それは何でしょう？兼務している、例えば人事の方であったりとか、はいはい、あとはマネージャーさんとか、はい、全員っていうことですかね？はい、全員が兼務している仕事があります。なるほど。はい、視聴者の皆さんもちょっと考えてみてください。はい、はい、ということで和田さん、答えをお願いします。はい、社員全員がタレントスカウト係を兼務しています。タレントスカウト係、はい、ということはスカウトが誰でもできるっていうことですかね？そうですね、声掛けした時にやっぱり、はい、声かけられた方もびっくりしちゃうので、まあ、みんなが兼務しているので、この社員証の裏を見せて、ホリプロの社員です、私たちはこれを兼務していますっていうのを証明できるようになっています。あ、そうなんですね。はい、じゃあ例えば休日とかに原宿とか歩いてて、はい、この人綺麗だ可愛いって思ったらスカウトしても OK っていうことですね。はい、そうなんです。はい、めちゃくちゃ面白いですね。そうですね、なのでいつも街を歩くと可愛い子いないかなとか、そういう目で歩いちゃったり職業病ですね、それは。ね、はい、じゃあホリプロさんに入社された方はもう自動的にスカウトマンになるっていう、そういうことですね。はい、あ、面白い。はい、はい、ということで続いては映像事業部っていうフロアの前に来てるんですけども、早速入らせていただけたらなというふうに思います。はい、お願いします。お願いします。こちらのフロアではどういったことをされているんですか？そうですね、先ほどもお伝えした通り、はい、映像の制作をやっている社員がおりまして、はい、主にテレビ CM ですとか、はい、テレビの、バラエティ、ドラマとか、あと映画とかドキュメンタリーとか撮ってたりするんですけれども、はい、そういった仕事をしている社員がいるフロアがこちらになります。そうなんですね。はい、先ほどご本人の方でおっしゃっていた、うん、制作側の現場っていうことですか？そうです、はい、そうですね。すごいな、ポスターがいっぱいあって、ですね。はい、はい、ちょっと働いてる方にお話を伺えたらなっていうふうに思います。すいません、はい、こんにちは。あ、はじめまして。お話を伺ってもよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、ということで、実際に映像事業部の方で働いている社員さんにお話を少しだけお伺いできたらなっていうふうに思います。よろしくお願いします。ちなみに今どういった業務をされてるんですか？今は、ドラマのアシスタントプロデューサーっていう役職で、はい、まあ、プロデューサーの下で予算管理とか、はい、キャスティングとか台本作ったりとかっていうのをプロデューサーの手伝いをしてます。あ、そうなんですね。 AP って言われるやつですよね。 AP、 いわゆる AP って言われる。すごいですね。業務の中で一番なんか大変だなって思うと、業務の中で一番大変な、そうっすね、やっぱ予算管理ですかね。予算管理っていうのはお金の計算とか？お金の計算、もちろ ん、 なんかこの制作費の中で素晴らしい作品を作るためにじゃあどうしようかっていう試行錯誤をプロデューサーと一緒にしないといけないのが一番大変で、まあ、でもそれが一番やりがいのあることですね。はい、なちなみに桜田さんは何年目？今6年目。あ、じゃあ結構6年目で若い、お若い方じゃないですか、社員さんでも。はい、若手でも結構裁量権が与えられて。そうで、あ、でもうちの会社結構本当1年目から自由にやっていいよっていう意見を聞かれる雰囲気があるので、はい、まあ、6年目だからとか1年目からだからとかっていうことではなく、まあ、若いうちから意見を。あ、そうなんですね。ちなみにそのホリプロさんはこういう就活生とかこういう学生におすすめみたいなのがあれば教えていただきたいなっていう。ミーハーな人ですかね、やっぱりミーハーでこう
楽しいことが好きな人、楽しいことが好きな人、がやっぱり多いと思います。今あの入社してくる人も、はい、こう自分たちの先輩の人も、はい、結局こう、まあ、辛いこともあるけど最終的にこう楽しいことに向かってみんな頑張ってそれのために日々働いている人が多いので、まあ、楽しいことを楽しめる人がおすすめかな。なんか最後になるんですけど、結構イメージとしてはもうめちゃくちゃ毎日大変で休みなく働いてっていうイメージなんですけど、ちゃんと休めてますか？ちゃんと休めてる。びっくりするぐらい休めます。びっくりするぐらい休めますね。言い過ぎかもしれないですけど、はい、まあ、でも自分の時間はしっかりはありますね。はい、ということでですね、こちらはアーティストルームっていうふうに書いてあるんですけども、どういった用途で使われるんですか？ここはあのタレントの取材をしたり、はい、打ち合わせで主に使う部屋になります。そうなんですね、はい、ということは、この中は何ですかね、結構キラキラしてるっていうことですか？いやー、まあ、その会社の中ではキラキラしてるかもしれない。そうなんですね、すごい楽しみです。では、早速中に入ってみてもよろしいでしょうか？はい、はい、です。失礼します。いやー、いやーはい、ということでですね、アーティストルームにたまたまいらっしゃったホリプロの現役社員さんなんですけども、お二人はどういった業務をされてるんですかね？今はタレントのマネジメントの部署にいて、はい、男性女性一人ずつ担当しております。私は、ちょっとベテランの女性女優さんと、はい、新人の若手の女の子さん。あ、そうなんですね。じゃあマネージャーさんってどういったことをされるんですかね、業務内容としては？なんか、はい、あの芸能界でキラキラしててずっと撮影現場にいてっていうイメージだったんですけど、はい、意外と写真チェックだったり、はい、なんか話してる内容のチェックだったり、スケジュールはもちろんですけど、デスクでこうカタ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 やってるっていうことも多くて、はい、意外と地味な堅実な仕事だなっていう。あ、そうなんですね。印象って、ではそのなんていうの、マネージャー芸能人の方の現場に行ってあちこち回るだけじゃなくてオフィスに行ってカタカタすることも結構あるっていうし、打ち合わせ、例えばこういう作品あるんですけどどうですかっていうふうに提案されて、はい、まあ、映画会社とかテレビ局に行って話を聞いて企画をいただいて、こういう企画があるんですけどっていう話をしに行ったり、はい、逆に、まあ、私たちみたいな現場レベルはないですけど、上の人たちはこういう企画を作ってくださいよとか営業に行ったり。なるほど。お二人がホリプロさんの魅力みたいなものがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。結構先輩とか上司の人との垣根が、他の会社勤めたことないので分からないんですけど、はい、全然なくて、あと10個ぐらい離れてても先輩みたいな感じでいけるし、聞きやすいよね。分かる。例えばこういう場合ってどうしてるんですかねみたいなのが本当に聞きやすいっていうのは、そうなんですね、本当に気軽に聞けるし、ちゃんとアドバイスをくれる先輩も多い。ガチガチの縦社会だと思ってます。全然、だからそういった上下関係とかがなくて。ありますよ、ありますよ。はい、ということでですね、今日一日ホリプロさんを案内していただいたんですけど、はい、めちゃくちゃ好きになりました。ありがとうございます。はい、なんか働いてる方であったりとか、あとオフィスもそうなんですけど、働いてる方がすごく魅力的な方が、エンターテイナーというか、話好きというか、楽しい方がいっぱいいらっしゃるなって思って、すごく、前よりもだいぶ理解が深まったりします。ありがとうございます。ということで、はい、ホリプロさんに興味のある方は、下の概要欄からホームページを覗いてみてください。はい、ちなみに毎年新卒採用もされてるんですか？そうですね、はい、新卒採用毎年行っておりまして、今もエントリー受け付けてますので、はい、ぜひご興味がある方、楽しいことが好きな方はエントリーをお願いします。ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。